どうも、あゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。あれ、合ってるよね。合ってる、合ってる。全然良かった。なんか今、分かんなくなっちゃった。全然良かった。どうも、あゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。それとどうも、不死鳥マルコです。ひろりです。マルミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、なんか久々な感じですね、みんなで。そうだね。さすがレンニャンさん、いなくなりました。お疲れ様でした。一緒にテニスはやると思うんで、はい、これからもよろしくお願いします。どうもよろしく。はい、ということで、今日の企画は何をやるかと言いますと、現代のラケットと昔のラケット打ち比べ。いまいち皆さんのテンションが上がらないように。俺は上がってるよ。上がってる。いや、これはラケットは僕ら世代は燃えるラケットですよ。とりあえず現代のラケット、一番最新のラケット、このボルトレイジーです。だからどっちかというとみんなこっちの方が打ったことないですよね。昔のラケット、こちらです。このヨネックスのベストセラー商品と言っても過言ではない、こちらのボロン300。みんな使ってたね。防衛といえば、そう。なんかこれ使ってるやつ強い。ソフトテニスあるあるの第3位を占めてたんじゃないかぐらいの。これに憧れて使えもしないのに B34 とか。あはははやってたやつ。中1の癖してっていうのも、まあ久々にちょっと打ってみようかなと思いますので、はい、ということで、じゃあこちらで打ち上げしていきたいと思います。お願いします。よろしく。あゆたろうチャンネル。気持ちいいっす。なんかあれですね、なんかすごいやっぱり力入れなくても飛ぶし、多分オープンでも全然飛ぶんでしょうね。気持ちいいです。あ、なんだ。まあでもなんか音が違った。普段ブレだったか。いい。後継機なだけあって立ってます。ちょっと緩いかもね。おい、おいおい、なに、なに、はい、もっと力んでいきましょう。もっと力むの。もっと力んでいきましょう。何を力抜いてるって話ですよ。うる、ほら、いい。打ち方変になる。打ち方変。極端に悪くなってる。あーってか、止まった、止まった。力なくても飛ぶし、ちゃんとホールドしてくれてる感じがします、ね。マルコもあれでしょ、Fレーザーでしょ。うん、フレーザーでいいのね。飛んでますね。あれ、合わない。あの、ボルトレイジのコツ、ネット中段投げかけて言ってみる。ネット中段バーンって。ほら、いいんだよ。本当だ。バッチリだ。バッチリだ。ネット中段行くんだよ。ほら、いいんだよ。バッチリだ。めっちゃ熱いの。でしょ。ネット、うらぁ、まっすぐ飛んでくんだね。まっすぐ飛んでっちゃうんで、うん、あの、球を持っちゃうと、アウトしちゃうんですよ、こういうふうに。そうか、だから多少、ネット、いつもの通りの弾道で打っちゃうと、そうそう。ちょっとこう、まっすぐ飛びすぎちゃう。あゆたろうチャンネル。お、例の、例の。続きまして、こちらのボロン300を打っていきたいと思います。あ、ロングとか、ロングとかもあるし、あと数字も違うから。あ、ちょっと待って、楽観重っ。おお。で、今、あゆたろう選手が使ってるのはボロンの S1 かな。なるほど。 S1 の、まあ、ちょっと重たい。 S1 の弾が高いですか。あー、いいっすね、しなってる感じがします。俺くらいの。スピードがやっぱ違うね。めっちゃわかる。ここがパーンっていかないの。いいんだ。持ってる感じはすごい伝わってくるもん。後ろで見てて。ああ、はい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 。しなってますね。だいぶしなってる。頑張れ。じゃあ。これは何ポンド？これも多分緩かったと思う。24とか5とか3年だと思う。やっぱ違う学校？これと違う、もう結構前に。あー、やばい、これはやばい。回り込みがやばいかも。僕はなんか暴走してる。違うぞ、なんか緩んでるんですよ、ラケットが。やばい、打てない。俺昔これで打ってたんだけど。現役時代それですもん。やばい、今のは多分今のラケットだったら入ってた。多分1球ぐらいしか入ってないんですけど。これあの、やっぱ持ってる時間ってかしなるから安定しない。ボルトレイジよりいいんじゃないかな。実はね、高校1年の時ね、
これだったんだ。あ、使ってたんだ。使ってた。テルさん。よっ。全然わかんない。待って。玉焼きがいいね。めっちゃ。そうだね。うわ。いいね。これは。あれ。持ってる感じすごい。乗っちゃうからね。あ、いいね。これやっぱり打ちやすいわ。打ちやすい。これ系の方がいいか。一本ソフトにしたらいいんだよ。これかな。G とか。あ、なるほど。あゆ太郎チャンネル。緑のおじさんにトップ打ちを打ってもらって、あの結果は全部緑のおじさんに任せたいと思います。結局今までの何だ。緑さんいいですか、来てもらって。先輩は高校とか中学の時何使ってたんですか。ボロンだね。あ、ボロンユーザーだったんですよ。ボロンユーザー。じゃあ、あの、すべてが勝っております。僕らのは茶番だったんで。あ、いいね、いいね。あ、いいっすね。合ってる。あー、いい。一番安定してる。あ、もう。あ、いや。ちょっと、マルコ吊るします、一回。安定してますね。嫌がないっすか。なんかボロボロ安定してきて、あの丁寧に打ってて、そうだね。ちょっと力んでみてください。ラケット飛ぶ気になるかも。ちょっと飛ばさないでください。そうだね。何こう。すごい。ああ、でも勝ちますね。行こう。バックのトップ打ち。えぐい。ゲームセット。あゆ太郎チャンネル。どうでした？どうでした？ボロンとボルトレイジどうですかね。俺もう打てねえ。打てねえ。あんだけ現役の頃それで打ってたのに。なんかあの気持ちいいんですけど、このボルトレイジってすげえなって思ったのが、球離れが早すぎて自然とスイングスピードが落ちてしまうような感覚がありましたね。ボローンって感じで、これは一番やっぱ緑のおじさんが年取ってる気分になります。いやいや、前でちゃんと踏み込んで。悪口ですか。すいません、悪口ですか。ちょっとね、ちょっと年取ってるんだけど、一番長く使ってるからね。確かに長く使い方を後で怒られます。はい、次回はですね、これでちょっと試合やっていきたいと思います。あの概要欄にアマルメさんのチャンネル貼ってありますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとマルコさんと緑のおじさんのツイッター、インスタグラムやってますので、そちらの方も皆さんフォローよろしくお願いします。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンをお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンをお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。えい。僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。